マリア・エリーザベト・フォン・エスター・ライヒは、神聖ローマ皇帝フランツ一世と、皇后マリア・テレジアの間の、第六子、五女。全米は、マリア・エリーザベト・ヨーゼファ・ヨハンナ・アントニア。姉妹たちの中で、最も養子鍛麗で、その際だった美貌は諸外国でも評判であった。一方、性格は気まぐれで、目立った知性も持ち合わせなかった。母のマリア・テレジア皇后も、 アデヤカな美人と評して彼女を可愛がった。ウィーン宮廷の人々はエリーザベトが結婚的礼儀になると彼女に政略結婚の重要な駒として期待をかけた。やがて男やもめのフランスを売る15世の再婚相手となることが決まりかけた矢先、不幸が襲った。エリーザベトは1767年に天然島に離患し、 命は取り止めたものの見にくい闘魂面となった。のみならず、美貌を失ったことで、縁談もお流れになってしまったのである。1780年に、母皇太后が死去すると、ウィーン宮廷から、夫人の支配時代の寄付を一掃することを望んだ。兄の皇帝ヨーゼフ2世により、二人の姉、マリアアンナ、マリアクリスティーナと共に、宮廷を追い払われた。エリーザベトは、 インスブルックにある貴族の娘の入る女子修道院に移った。この修道院は1765年、母校大号が亡き夫の魂の救済を祈願させる目的で創設したものだった。エリーザベトは1781年から1806年にかけ居住する女子修道院の院長を務めた。彼女は院長を務める間、激しい絶望のため恐るべき女性という評判を得る。 ことになった。エリーザベトは庶民からコブだらけのリースルと呼ばれたが、これは若い頃の天然痘の後遺症である芋が、年を重ねるにつれて肥満した顔の中で何倍にも膨らんで見えたことに由来するという。1805年にフランスのナポレオン一世皇帝の軍勢がインスブルックに迫るとウィーンを経由して東部のリンツに逃れ、死ぬまでこの町で暮らした。死後、以外は、 リンツのイエズス教会の霊廟に埋葬された。ABCD ブリジット・ハーマン、大ハプスバーガー、エイン・バイグラファイシャス・レキシーコン、ウィーン1988、S320、ブリジット・ハーマン、HRSG、大ハプスバーガー、エイン・バイグラファイシャス・レキシーコン、ウィーン1988、S321、ウィキメディア・コモンズには、マリア・エリザベート・フォン・オストライヒに関するカテゴリが、 あります。ありがとうございます。